Welcome to Deep Within Podcast. I am your guide, Emiko Rasmussen. このポッドキャストは Soul Purpose、魂の目的を最大限に表現して自分自身を導いているあなたのためにお届けします。Deep Within. This is a space where your inner power, inner knowing, inner truth, inner peace, and inner wealthAll exist. 内側からの成長、そして本来のあなたをエンボディすることで、あなたの芯が根強く広がり、あなたの内側に存在する愛と豊かさの器も広がり、外側に溢れ出していきます。あなたはただビジネスをやっているだけじゃない。You are creating a movement and leaving a generational legacy.この道のりには多くの内なる葛藤、戦い、不安、恐怖と向き合いますが、 You are actually meant to walk this path. 大丈夫。 Trust yourself without seeing any evidence. I am here to guide you. Are you ready to go deep within and activate your inner feminine power?You are about to step into your next level leadership and become the living embodiment of who you truly are. Now, close your eyes, put your hands on your heart. Welcome, welcome. Souls, welcome to the Deep Within Podcast. I am your host, Emiko Rasmussen. 皆さんこんにちは。今日もこのエピソードを聞いてくれてありがとうございます。そしてこのポッドキャストを初めて発見した方、Welcome, actually, welcome home. で、私はこう今までねずっとずっとポッドキャストをやってきて、また11月から新たにこのポッドキャストDeep Within でスタートしていきたいと思います。ずっと昔の The Real Global Voice Podcast の時からずっと聞いてくれてる人、本当にありがとうございます。そして Her Confidence Hallway の時に発見してくれた人、ありがとうございます。そして Deep Within Podcast で発見してくれた人、 Welcome。 で、まず今日はねポッドキャストを始める前に少しだけお知らせをさせてください。で、そのお知らせは何かっていうと、私は Facebook グループ、これは無料のグループで、Deep Rich Soul Community っていうコミュニティがありまして、私はコミュニティ今まで何個も結構持ってたんですけれども、まあいろんな理由ね、こう昔のコミュニティを閉じたりして、まあ、いろんな理由ってでも一つだけで、まあ、これは本当にアルゴリズムっていうところでもね、やっぱりこう人数がどんどん増えていくと、それだけやっぱこうアルゴリズムってエンゲージメントを求められるわけであって、で、私は特にそういうなんていうのかな、このコミュニティをしょっちゅう常にね、なんか情報をこうシェアするっていう、そういうコミュニティにはしたくなくて、みんながなんかそこにいて必要な時に必要なメッセージがこう手に入る、別にそれもなんかたまたまなんか私の投稿がポッと上がってきて、ですごい今日このメッセージがもうすごく必要でしたみたいな、もう本当にもうそういう感じのシンクロが起こるようなスペースにしたいなっていうふうに思っているので、なんか毎週水曜日の何時とかっていうふうな、こう、なんか無料のレッスンみたいな感じにもしなくて、本当に私が大切だなって思って本当に伝えたいなって思う時だけレッスンっていうのをしていきたいと思います、okay? なので、もしもこのコミュニティに参加したい方、 Deep Rich Soul Community、ショーノートに貼っておきます、リンクを貼っておきます。で、このポッドキャストのリニューアルを、まあ、記念してっていうわけじゃないけど、やっぱ自分の中で2023年で、私の場合は誕生日が9月なんですね。で、自分の誕生日が本当に1年の始まりの月っていうふうに私は考えているので、 It's like a new year、 私の中では本当に new year ってあって、でそこで私のプログラムっていうのも全部もう全て本当に見直しをして、で去年の夏もね、ちょうど似たようなこうなんていうのかな、こう、What's the word that I'm looking for? Refinement、 こう少しずつアジャストしてやって、でもう本当にもう全てこう手放す準備ができました、なので、で
今月11月ですね、11月から新たにスタートするものが Embodied Business Program で、これは3ヶ月でこうビジネスの土台をしっかりと作る。でその作り方も私がこれをしてください、これをしてくださいっていうんじゃなくて、自分のエネルギータイプに合わせて自分の戦略をクリエイトする、自分で自分に合うやり方をクリエイトするっていうところをガイドしていきます。でこれは多分、まあ、多分というか他のビジネスコーチの人はこういう教え方をしていません。なので私だけがこの教え方を今のこの2023年の11月では本当に私だけがこの教え方をしています。ヒューマンデザインっていうツールを使ってそれをビジネスっていうところに生かしてやってるんですね。でそれプラスこう自分のソウルワーク、ソウルエクスプレッション、またはパッションというふうに呼ぶ人もいるけれども、まあ、ソウルの目的、魂の目的っていうものをこう形としてしっかりとお客様に届ける。で、もしもすでにビジネスをやってる人、でもビジネスの土台っていうところは実はないっていう人、このプログラムがあなたにぴったりなプログラムです。もしも詳細が必要な方は、このポッドキャストのショーノートについてます。で、あと2つあって、で1つがハイレベルメンターシップ101ですね、個人セッション。でハイレベルメンターシップは、今までもずっと満席な状態だったんですけども、また今年11月から4席オープンします、okay? でもすでにもう1席はこう埋まるというか今週末には埋まると思うので、 I have three more seats available、 3席残っているので、もしも興味のある方、これもショーノートに貼っておきます。そして最後に、今までねずっとリクエストされていて、でも私ずっとやらなかったことがあって、それが何かっていうと、なんか単発のオファーですね。でこれは私はやらない理由はすごくしっかりあって、単発やって何も変わらないんだったらやらない方がいい、その101でやりたくないっていうふうに思ってたんだけれども、このヒューマンデザインのツールを発見して、そしてただ発見して学んでその情報を落とすだけじゃなくて、自分にエンボディして自分が本当に体現して、そしてそれを使って私のベストセスターたちをガイドして、そこで結果っていうものが目に見える結果っていうのを目の前で見て、それをプラクティスして今になって Now I'm ready なので、これが本当につい最近のオファーで Energetic Essence Connectionこれは一人一人のヒューマンデザインのボディチャートっていうのを見て、でそこからビジネスっていうところをどういうふうに戦略としてクリエイトしていくか。だからこれはもうオリジナルであるし、What's the word that I'm looking for? カスタマイズしたものです。で90分のワンオンセッションです。でこれに興味のある方も、全てねショーノートにリンクを貼っておきますので、ぜひ確認してみてください。Okay, so that is all the offers that I have for right now. 今現在のオファーはこの3つですね。3つあります。Okay. で、今日のトピックっていうところで、まあ、新しいね、オーディエンスの人も増えてきているので、改めて自己紹介っていうところと、あとは私が今までやってきたことを今見て、そこでどういうレッスンが私今学べるかっていうね、もうそのジャーニーにいる時はレッスンって見えなかったりするけれども、後々になってで振り返ってみるとやっぱり気づくところってあると思うんですね。なのでそこをこうお話ししていきたいと思います。まず一番初めに私がやり始めたところっていうのが、もう本当に何をしていいかわからなかったんですね。だから答えなんて、なんていうのかな、こうお約束、お墨付きの答えなんて何もなくて、でもとりあえず自分のできるところってことで何か始めようと思って始めたのが英語のコミュニケーションっていうところで、まあ、別に英語の文法とかは全く興味がなかったんですけれども、英語を話すっていうところにはすごく興味があって、でそこから次にどこにこうつながったかっていうと、英語が問題ではなくて自分のその自信、自分を信じる力っていうところが結局は私には欠けているんだっていうことに気づいて、でずっとこうなんていうのかな、こうコンフィデンスビルディングみたいな、こう自信をつけていくっていう、そこをガイド、コーチしていました。でこれはサイドで
ビジネスをやってたんですね。それでポッドキャストっていうところも、初めはその The Real Global Voice Podcast っていうポッドキャストのタイトルでも分かるように、その海外で活躍する女性、海外で、まあ、これもう言うのが恥ずかしい、海外で羽ばたく海外か世界に羽ばたくグローバルな女性っていうね、その言葉を使ってやってたんですけども、なんか違うな、なんか違うなと思って、そこから Her Confidence, Her Way っていうところに、移動ですねしていきました。でそこでポッドキャストは、ポッドキャストも始めたんだけれども、そのポッドキャストもやっぱりね、始める、誰でもゼロから始まりますよね、まあ、もし誰も本当にこうオーディエンスがいない状態だったらゼロから始まるんだけれども、で私ももちろんゼロから始まって、でゼロと一人はじゃあお母さん、私のお母さん聞いてくれたみたいな感じだったんだけれども、まあ、そこからどういうふうにして私がこう増やしていったか、そのリスナーさんを増やすっていうところですね。で、まあ、私が使っていた戦略っていうところはもうゲストインタビューでした。ゲストインタビュー、でもゲストインタビューもそうなんだけれども、私の中でやっぱ一番大きかったのが、自分でポッドキャスト、他のポッドキャストのゲストになるっていう、そこを自分でピッチしに行ったんですね。もちろんそれはその自分をプロモートするためとかじゃなくって、私のストーリーが誰かのために役に立つのかもしれないっていう、そういう思いでポッドキャスト、別のポッドキャスターさんにこう私のことを説明して、そしたらこう一回じゃあお話ししましょうっていうふうに言ってくれて、で私はこういうところにパッションがあって、で私はこういう経験をしてきて、でもしこういう経験がその人のポッドキャストのね、リスナーさんのためになるんであれば、ぜひ自分のストーリーをね、もっともっとシェアしていきたいなというふうに思いますっていう感じで、ゲスト出演させていただきました。でそこでやっぱりすごくこう人数が増えたんですね。でまあそこから始まって、で一つ目の、まあ、ビッグインパクトっていうのがレイオフなんですね。会社で、私はマネージャーのポジションでずっとねやってたんですけれども、一つ目の、まあ、これは波っていうんですかね、経営困難になって、でそこで私がマネージャーだったポジションから、私マネージャーではないポジションにこうステップダウン降りたんですね。で、まあ、もちろん なんでかっていうと、その私が働いているそのマネージメントっていうそのポジション、マネージャーっていうポジションがこうカットされてしまった。で別のね、ラッキーなことに別の仕事があった。でもそのラッキーっていうのも、実はそれも私、ラッキーって自分でこの仕事をクリエイトしたんですよ。ポジションを自分でクリエイトして、もしもマネージャーっていうそのポジションが2人、当時はね2人いて、2人いた場合、彼女もう1人の子にマネージャーのこのポジションをあげて、私は自分にかける、 I'm gonna bet on myself で、このポジションを作って、こういうことを私は家から働きたいっていうふうにリクエストしたんですね。でまあ、なんとその望みが叶って、でも本当にその望みが叶ってっていうのも、なんか何もしなくて叶ったんじゃなくて、本当に言ってるんですよね。そのこれもどこかのエピソードでお話ししたけれども、Human Resources 人事のね、トップの人と私の部署の一番トップの人にこう呼び出されてで、あなたの今日でね、あなたのポジションが終わりますみたいな感じで言われて、でもここでカウンターオファーがありますって、別のオファーがありますって言われて、そのポジションがあるって言われた時に、そこには家で働くっていうのはなかったんですね。でもそこで私もそのまま直で、もうあの時よくガッツあったなって思うけども、面と向かってネゴシエーションしたんですよね。家から働けるオプション、そしてその当時会社は2つ建物があって、で 家から遠い方だったの でその時本当に子供がまだちっちゃいかったから、赤ちゃんだったから、だって授乳パンプをこうか回しながら運転してたぐらい1時間かかるのでねで、そうそうそう、だからそこでその場所っていうのもこう近い方に移動させてくれって言って、そこで OK をもらって、でそのポジションをクリエイトしたんですね。でまあその時からすごくなんかね、やっぱ思うことがあったんですよね。安定だって思ってたこのペイチェックの仕事が安定じゃないし、仕事がなくなったら私これどうするんだろうってすごい考えて、でそこでやっぱりそういうなんか別の考えが出ると、そこからまた本当に新たなこうなんていうのかな、オポチュニティっていうのが現れるんですよね。でそれはいきなりやっぱ現れたとかじゃなくて、自分のフォーカスしてるところをシフトするから、情報入ってくるものも変わってくるっていう、本当にそこなんだけれども、
で、まあ、たまたまねそこで、私がずっと大好きで聞いていたポッドキャストの人がビジネスのプログラムを始めるって言って、でそこで初めてビジネスのコーチをつけて、であの時当時いくらだったのかな、まあ、私にとってはすごく大金だなって思った。今思うと全然そうじゃない、多分ずっと覚えてないな。Yeah, I don't remember how much, but I think it was like around $500, right? だから6万円とかそのぐらい、日本円にすると6万円とかそのぐらいなのかもしれないけれども、でも当時の自分にとってはそんな知らない、全くオンラインというかポッドキャストだけ でしかもビジネスっていうところも本当になんかそれがお金になるのかわからない状態でかけるっていう、そういう本当に考えだったんですね。今はそういうふうに考えないんだけども、まあでもそういう状態 で自分に試したいっていう気持ちもあって、でまあ彼女に投資をして、でビジネスのねプログラムやりました。でまあそういうふうにこう本当にオポチュニティっていうのがこう目の前に現れて、でそこにこう目の前に来たものにイエスって言って、で次のステップっていうところで今度は本当に2回目にもまたリストラにあったんですね。レイオフになって、でもうその時にはポジションなんて私はもう用意していない、というか私が用意してたのはもうオプション B がオプション A になることしか何も考えていませんでした。だから要するにオプション B っていうのが今まではサイドでコーチングってやってたのを、これを一本で私はオンラインのビジネスをやるって決めたんですね。でその会社からこうカットされたその夜に夢を見て、で私が上司に、ね、その上司のカークっていうんだけど、カークに面と向かって、カーク I'm gonna make more money than ever earned or more money than I ever made みたいな感じで言ってるんですよ。今でも、まあ、今はもちろん覚えていないけれども、あの時のその夢っていうのがもうずっとずっと引きずっていて、もう今まで以上に私はお金稼ぎますみたいなことをすごい宣言した夢だったんですね。でその後帰ってきたその日は娘が大好きなレストラン、カリフォルニアピッツァキッチンっていうところがあって、でそこに行きたいって言ったら、ダディがママね仕事がなくなっちゃったから、これからはちょっとあのお金をこうセーブしながらだから外食とか控えないとみたいなことを言った時に、もうハートに火が一気にボンってついたんですよね。 Oh no、 私が働くか働けないかで子供の大好きなレストランに行けないのはもうありえないって思って、もう怒りっていうか、もう絶対やってやるっていう本当に気持ちだったんですよね。で、まあ、それがあったからあの夢を見たっていうのも多分あるのかもしれないんだけども、まあ、そういう感じで私は火がついて、でそれが2019年の10月でした、はい、でそこからもうオールインするっていうふうに決めたんだけれども、何が起こったかっていうと、今度は2019年ですよ。もうタイミング的にもう皆さん次は何が来るか分かると思うんだけども、何が来たかというと、もうじゃ一気にやるぞって決断して、でまあ会社からのお給料が12月までは確保できたんですね。だから10月に仕事がなくなって、11月12月は会社では働いてないけれども、今までのお給料はこうあのそのままくれるっていうような、すごくとてもなんだろうな、こう美味しい条件だったんですね。でじゃあ12月までに、まあ、とりあえず下積みで少しずつやっていこうっていう感じで、ちっちゃなねグループプログラムをやったりとかして、でよし、じゃあ1月になりました。でじゃあここからもっと一気に頑張っていこうっていう風に思っていて、そこで3月の世界がシャットダウンしました。そうでね、まあそこで何が起こったかっていうと、で、まあ、私の場合はねラッキーなことにこう世界がシャットダウンしたから、本当は1月からこうガバメントねからこう補足というか、まあ、あのお仕事がなくなっちゃって、それのあなんていうんでしたっけ、この保険、失業保険みたいなのがこう降りるっていうところで、まあ、失業保険が降りるのが本当は3ヶ月だったんだけれども、まあ、私はラッキーなことにこのパンデミックっていうところがあったので、それがちょっと伸びたんですよね。伸びた、いやかなり伸びた。でそしてでももうとりあえず本当にもう何が起こるかわからない、あの時って本当に怖かったんですよ。私も本当に外に出るのも怖かったぐらい、もうわけわかんなかった状態 で子供も学校も行けなくなって、で私家から働こうと思って、子供が家なんだけどと思ったら今度学校が閉まって、え私仕事やろうと思ってんのに、何で私先生やらなきゃいけないのみたいな、もうすごいもうなんか全てがいろんなものが目の前にこう投げつけられたんだけど、これはだから本当に今思うと
ユニバースが Are you sure about this? 本気なの、本当にやるって今言ったよね、 Let me see、 じゃあ見せてって、やる気見せてって、本当にすごいこう試練をなんかもらったような感じだったんだけれどもそう、試練をねもらって、でまあそこで、そこで、まあ、私の本当に人生がすごく変わったコーチと出会って、ではこの人の1年間のメンターシップも取りたいっていうふうに思って、でその時に何が起こったかっていうと、今度は私のハズバンの仕事がなくなって、だから2人とも失業してるんですよね。そんな状況で投資する人っています？はい、ここにいますっていう感じで、そこでも私はオールインしたんですよね。はい、オールインしました。でじゃあここからが本当のある意味スタートだったんですね。でそれが2010年の4月っていうところでした。ということで第1弾はここまでにします。でなんでかっていうと長くなってしまうのでね。なのでこの続きですね、そのオールインをして自分のビジネスコーチのメンターを1年間つけて、そこから私がどういうふうにして、まあ、今の自分の状態になったかっていうストーリーを次のエピソードで、リリースします。なのでぜひ次のエピソードも聞いてください。ということで Thank you so much for listening to this episode。 もしもまだこのポッドキャストのレビューを残していない方、皆さんのね大好きで聞いている、ポッドキャストのアプリからレビューを残せますので、ぜひぜひレビュー残していただけると本当に本当に本当に感謝です。ということでこのエピソード終わるときには皆さんにやってほしいことがあります。もうこれはね、もしも運転とかこう歩いてる人はちょっと難しいかもしれないけども、 Close your eyes, put your hands on your heart, welcome back home. Thank you so much for listening and have a wonderful day. Bye.